上皇后美智子さまは明治神宮を訪れ、亡くなって110年を迎えた昭憲皇太后の大礼服をご覧になった。25日午前11時ごろ美智子さまは東京、渋谷区の明治神宮に到着し、集まった人たちに笑顔で会釈をされた。明治天皇の妃秋の皇太后が亡くなって4月で110年にあたり、 神宮内のミュージアムでは正健皇太后が宮中で着用した最も格式の高い大礼服と呼ばれるドレスを特別に展示している。約5年間かけて修復された正健皇太后の大礼服は現存する最古のもので、上皇后美智子様は修復を支援し、2023年保管されていた京都のお寺にも足を運ばれていた。 9日の参拝に続き、美智子様の明治神宮訪問は4月2度目で、今日は大礼服を通して証券交代号を忍び、約1時間後に神宮を後にされた。